低資金向け報酬2倍の回収稼業で稼ぐ方法となります。はい、どうも皆さん、こんにちは、こんばんは、パパテラです。今回は非グリッチで、本当に低資金向けですね。本当に0ドルとかね、まあ、10万ドルしかないよとか、そういったね、お金ない人たちのための報酬2倍をうまく活用する方法です。まずね、ミッションで回収稼業というのは今週、2倍となってます。次の木曜日の17時ぐらいまでですね。で、このね、ミッションを始める前に、もしもね、オプレッサーマーク2とか、あとはね、デラックソとか、あとはカリン車走行とか持っていれば、そういったものをね、出しておくとミッションに使いやすいです。まあ、攻略が楽とかね、移動が楽ということです。中でも今回、RV はどこだというね、このシミオンのジョブ、これがめちゃくちゃ簡単なので、難易度はね、ハードにしてもらって、まあ、アーマーとかもね、一応持っていた状態、スナックも持っている状態で開始してみてください。これめちゃくちゃ簡単です。要するに、これブリッケードという車両を取ってくるだけなんですね。そして、制限時間がないので、ではこれからね、制限時間ないので、ミッションというのは12分から15分ぐらいでクリアするのが最も報酬高くなるので、まあ、簡単なミッションの間、その時間つぶしとして、無限に、このね、レジのお金を稼ぎ出す方法です。これ、低資金向け、レジの中身2倍で無限ということなんですけど、要するに制限時間のない報酬2倍のミッションを使って、12分から15分でクリアするための、まあ、時間つぶしの間もさらにお金稼ぐよ、みたいな感じですね。このレジの中身、通常であれば、これは一つのレジの中身は100ドルまでが限界となってます。しかし報酬2倍のミッション中は中身が2倍になっているので、まあ100ドルの2倍でマックス200ドルまでとなります。さらにね、これ一定の距離を離れます。ちょうどプレッサーが置いてあるあたり、このあたりまで戻ってもう一度ね、このレジのところに戻ると、実はこれね、レジの中身復活します。なのでこのレジの中身を無限に何度もマックス200ドルのやつを何度も何度もね拾うことができます。このねやってる間にね時間がまあ5分ぐらいやってるとね多分ね3000ドルは超えると思います。多分まあそんな感じで本当にお金がない人ですね。本当にお金がなくてフレンドさんもいなくて、まずまあ10万ドルぐらいとかね、20万ドルとかね、貯めて強盗のね、アパートを買うためになんとかね、ミッションとかを回してるよっていう感じの人ですね。特に、本当に低ランクの人とかはこういったね、報酬2倍というのをクリアの時間も含め、そのね、クリアまでにかかる時間も、無駄なくね、こういったね、お金をね、積み重ねていくっていうかね、まあ細かいお金をね稼ぎで積み重ねていく。それで20万ぐらい目指して、強盗のアパートを買うっていうね、資金にするっていう感じです。まあ、これは PC 版も Xbox 版も PS 版もできると思います。そしてね、この RV のとこなんですけど、敵意外と弱いので、ショットガンなどで6体ぐらいね、近くにいるのを倒してみてください。まあ大体ショットガン持ってると大体勝てると思います。まあやられそうになったらね、アーマーとかスナック使ってください。また、もしもね、アトマイザー持ってる人は、これもめちゃくちゃ楽になります。アトマイザー持ってると、こういったね、余計な、車両を吹っ飛ばしてね、邪魔なやつどかすことができます。まあこれね、アトマイザー多分30万ドルぐらいしてちょっと高いので、もしない人は、1台1台ね、手前にあるね、こういった邪魔な車両をどかしてください。普通にね、乗って、動かしていけば、このね、後ろのブリッケードっていうのを、動かすことができます。まあ、アトマイザーはね、意外と持ってると後々便利なので、お金に余裕が出たらね、買うといいですね。それからね、逃走のルートです。これは、強盗のミッションとか他のミッションでも全部ね、ほとんどそうなんですけど、黄色いルート、案内が出たところを、まっすぐそのまま黄色のところを通ると、大体敵がめちゃくちゃ出ます。なので、こういったね、道じゃないところを通るのがポイントです。中でもね、これ、ルートがね、こう黄色のやつなんですけど、左に出たり右に出たりしてます。これはわざとちょっとね、車体をそっちの方に向けたりしてるんですけど、もちろんね、左右にできない時もあるんですけど、ルートを見た時に左に行ったり右に行ったりしてますね、黄色のルートが。こういったことをすると、敵が出現しづらい、近寄りづらいっていう感じになります。こんな感じでね、黄色いルートをそのまま通るより、ちょっ
と道は悪くなったりするかもしれませんが、全然道がないわけじゃないと思うので、こういったね、ルートを通っていると敵が出づらい、まあクリアしやすいかな、攻撃を受けづらいと思います。またね、このブリッケードという車両は防弾ではないので、もちろん敵のね攻撃を受けちゃうんですが、結構馬力があるので相手がサンドキングでもね、吹っ飛ばすことができます。でこんな感じで吹っ飛ばしながらこのままね、クリアするとだいたい12分ぐらいとかね、15分ぐらいの間でクリアすると、そのミッションの一番高い報酬を得ることができます。なのでまあミッションに関してですね、ミッションに関しては12分から15分ぐらいでクリアすると報酬が高いと、普通のレースとかになると8分ぐらいがいいっていうになりますので、ミッションだけですね、ミッションだけはだいたい12分から15分でクリアする、その時間つぶしとして、まあ報酬2倍の時はレジを叩くとお金が増えるよっていう感じでね、よかったら、これ参考にしてみてください。報酬2倍の時はね、RP も高いですね。もちろん敵を倒してもね、RP は2倍となってて、稼ぎやすく、ランクが上がりやすくなってます。ではね、次。シミオノミクスというね、ジョブがあります。これなんですけれども、これはね、すごく簡単です。まあもちろんシミオンのミッションなので、車両をね、まあ持ってくるっていうことなんですけど、普段、見ることのできない大きな、飛行機があります。そこに、2台の高級車両、またね1人でやってない場合だと多分3台とか出たりするんですけど、1人の場合はね2台回収すればいいだけです。そしてねここのポイントとなるのは、敵の数がまあまあいるんですけど、他の強盗ミッションもこういったミッションも全部そうだと思うんですけど、敵をねあまり刺激しなければ手配度を消しやすい、また敵がね出現しづらくなります。どうしても入り口にねこれね、2人ぐらいいるので、これはね最初の1台の時はちょっと倒しちゃいます。これ邪魔になっちゃうのでこれは倒しちゃいます。で今星3です。入り口の警備員だけ倒して今星3の状態です。でこのまま、回収する車両ですね、これに乗り込みます。でこの時も逃げる時ね、まあ敵にね攻撃とかしない方がいいと思います。多分手配度が上がっちゃうと思うので、あえて星3のままね手配度を消すつもりで、ルートもわざと黄色じゃない変な方向を通ります。こんな感じでね北側のところから抜けていく、さらにルートを通らず変な下のところを通り、そして警察の手配度がこうやってねミニマップとか見ると出てますね、ここを避けるように通ってきます。そうするともう星3がだんだんね点滅して、もうルートも黄色いところを通ってもだいたいね手配度消えちゃいましたよっていう感じ、あとは持っていくだけっていう感じで、一人でクリアするとき、もちろんフレンドさんとの時もそうなんですけど、まあ敵とかをねちょっとあまり刺激しなければ手配度ってのは基本的に消えやすい、また上がりづらくなります。なのでこういったことをね、利用すると、他の強盗ミッションとか、まあパシフィックもそうだと思うんですけど、パシフィックのね最終的なルートですね、逃走ルートも多分攻撃しなければあんまり手配度が上がりづらいというかね来づらくなりますね。で2台目回収するときも自分の車両をね、まあオプレッサーマークスあると便利ですね、またはねデラックスで、ない場合はカリン車走行とかで行きます。で行くときもね敵とか攻撃せず刺激せず普通に行きます。まだ手配度ついてなくて、ついても1の状態ですこれ。あとはもうこのまま敵を刺激しないように、逃げていくだけ。今星2まで上がってますけど、手配度はねずっとね点滅してます。でさっきと同じルートを普通に通っていきます。そうするとこの辺りでも手配度消えちゃいます。こんな感じでね、相手を刺激しなければ手配度は消えやすいと。そして、敵もね来ないとめちゃくちゃ楽になります。これね覚えておくと、すごくいいかもしれません。何でもかんでもね爆発物とかね使ってねバカバカやってると結構弾代ももったいないと思うので、こういったとこをね参考にしてみてください。こんなわけでね、今回は低資金そして低ランク向け始めたばかり人向けの案内となります。よかったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。最後までご視聴いただきましてありがとうございます。